ジェームズ・エドワード・オートンは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍に将校として勤務していたが、1944年のオーバーロード作戦の最中、第28不評師団長就任直後に戦死した。1894年、ニューメキシコ州、ジャベス・軍エルクに手生を受ける。幼少期は、ニューメキシコ州及びアリゾナ州で過ごし、1917年に、 ニューメキシコ州立大学の工学部を卒業。予備役将校訓練課程を経て陸軍将尉に任官する。任官後の陛下は不評家だった。第1次世界大戦頃には第62及び第57不評連隊の一員としてフィリピンに派遣されたほか、後にはキャンプフレモントやフォート・ベニング、フォート・リー、フォート・スネリングの第3不評連隊などに勤務した。 また、陸軍式幕僚大学では教官を務めた。陸軍の教育機関としては、不評学校、陸軍式幕僚大学、陸軍大学校、陸軍工業大学を卒業している。ユタビーチに立つウォートンとスターク提督第二次世界大戦勃発時、ウォートンは、陸軍省参謀本部にて、将校人事部長を務めていた。1942年3月、 順庄に仮昇進して、陸軍補給隊人事部長に就任。1943年、新設された第80不評師団にて、師団長報を務める。その後、ノルマンディ上陸作戦では、ユタビーチに展開する、第1公平特別旅団の指揮をとる。公平特別旅団は1.5から2万人程度から、なる部隊で、機材及び人員を輸送、陸した上、 それらを用いる構成の準備を整えることが任務とされていた。d ー後は第9不評師団長法を務める。1944年8月12日、ロイド・リー・ブラウンの後任として第28不評師団長に就任。就任当日、ウォーオトンは戦況を把握するべく前線の視察に赴いた。そして、スルデバル付近に展開していた第112。 不評連隊の指揮所を訪問した際、ドイツ軍狙撃兵の銃撃を受けて戦死した。第28不評師団長の職は、ノーマン・コータに引き継がれた。遺体は一時的に、フランスにて埋葬されたが、後に、アーリントン国立墓地に改装された。ウォートンは補給隊での勤務を評価され、レジオンオブメリット賞を受賞している。また、第1公平特別旅団及び、第80、 第9不評師団での勤務に対しては、陸軍主君賞を受賞した。パープルハート賞も受賞している。1952年、第28不評師団が朝鮮戦争のため活性化された時、第112不評連隊は、ハイルブロンに駐屯していた。同連隊の本部として使用された兵舎は、彼の名を取って、ボートン兵舎と呼ばれた。 ウォートン弊社は1989年に閉鎖された。1921年、バージニア州、ピーターズバーグ出身のマデリーンバークと結婚。子供として、エドワード B、ロバート H があった。ロバート H ウォートンは1954年に主催になった。ありがとうございます。